おはようございます。エフラン大学生ボットモザイクです。今日はですね、アンチワーク哲学者のホモネーモさんと、彼がやられているクラウドファンディングについて紹介したいなと思います。はい。まあ、この方はですね、アンチワーク哲学と言っても、すごいね、わかりやすいんですけど、労働はクソだよと、働かなくてもみんなが幸せになれるような世界作りたいよね、みたいな、そういったことをね、発信されている方で、これだけ聞くと、いやいやいや、それは働きたくない人とか、なんか社会の弱者の人のルサンチマンじゃないみたいな、モザイクみたいな人がやってんじゃないみたいな思われる方多いかもしれないんですけど、ホモネームさんはですね、全然私とは違いまして、非常に爽やかで、ちょっとね、アーティスト、誰だろうね。でもなんか、雰囲気としてはちょっとスピッツの人にちょっと似てるな、みたいな、すごい爽やかな方で、イケメンで、まあ、かつね、結婚もね、ご結婚もされてるということで、私とは違ってね、ちょっとそういったね、ルサンチマンを、ルサンチマンによってね、ルサンチマンが行動原理になってる人ではないので、まあ、そこのところをね、ちょっと理解して、考慮というか、留保していただけたらなと、まず思いますね。はい。モザイクみたいな、ちょっとその、地位牛の話は聞きたくないっていう人はいらっしゃるかもしれないですけど、やはりね、ホモネーモさんみたいなね、そういったその、まあ、強者っていうのはちょっと変なんですけど、まあ、しっかりとされてる方ですよね。しっかりとされてる方の、まあ、話はちょっと聞いてみようかなというふうに思われる方も多いと思うので、まあ、ちょっとね、今からノートの方を紹介していきます。はい。まあ、いろんなね、記事も書かれてまして、まずね、見切れちゃってるんですけど、ノートのフォロワーがなんと510人。これ結構すごいですよ。でノートのね、PV だったりとかも、ものすごいね、見られてるみたいな感じで、まあ、アンチワーク哲学、ベーシックインカムだったり、私もね、実際に、まあ、このホモネーモさんが出されてる本のね、うちの一冊、こちら、労働なき世界をね、読ませていただきました。いやー、もう表紙もね、かっこいいですし、なかなかね、読み応えのある話でした。この労働主義っていうか、まあ、今のこのメインストリームのこの主張に対する批判はもちろんそうなんですけども、まあ、こういったその、労働しない方がいい、アンチワーク哲学に対する批判だったり、その想定される批判に対してもあらかじめすでに論破されてるってことで、まあ、非常にね、私としてもこう本を読む中で生まれたこういった疑問っていうのがその場で解消されるっていうね、なかなかすごいなっていうふうに思いました。とてもね、こういったのをその自費出版というか、その Kindle 出版なんですけども、こういうふうな個人のやられてる中でここまでちゃんとした文章になるんだなっていうふうに驚いたことを覚えています。はい。この方がですね、まあもちろんね、個人のこういったこの Amazon 出版もこれすごいんですけども、まあ、それではダメだと。出版社を立ち上げるってことで、今、まとも書房っていうその出版社の立ち上げを行おうとしてるんですね。まあ、それに伴って、まあ、Discord のサーバーだったりとか、まあ、いろんな場所で活動されて、まあ、YouTube のね、動画の投稿もされてたりするんですけど、まあ、そんな中で、クラウドファンディング、まあやはりね、こう、まあ、働かないっていうその哲学を広めるためには、働かないという哲学を広めるために働かないっていう、それはちょっとなかなかというか、それは厳しい、破綻してしまいますので、まあ、どうしてもね、誰かが働き、そしてお金が必要になってくると。まあ、そうしたそのお金を、まあ、インターネット上でこう遠隔で支援できる。まあ、それがクラウドファンディングでしたっけ、クラファンっていうんですけど、まあ、そのクラファンもね、まあ、現在進行されて、まあ、14人の人が支援されてるんですけど、まだまだね、こう目標達成額までには、まあ、少しというか、だいぶ開きがあるので、まあ、ぜひね、この動画をご覧の方はね、まあ、少しでもいいので、この支援ボタンをクリックしていただけたらと思います。でもちろんね、こういうなんかその支援だけじゃなくて、こう議論でしたりとか、出版社立ち上げに参加したい方には先ほど言いました、こうディスコードに参加することによって、こうした、ね、議論に参加し、まあ、アイデアを出したりとか、そういうことでね、貢献するということも当然できます。で、またね、こうしたその議論に参加するにあたり、いやいや、待てよと。突然なんかアンチワークとか言われても、Amazon の本って言われても、まずその内容がわからないと、その賛同も批判もできないじゃないか。まあ、そうね、おっしゃる方おられると思います。これちょっとホモネーモさん並みに、ホモネーモさんちょっと真似て、ちょっと想定する批判を今ちょっと私の中で推測したんですけど、おっしゃる通りで。だからそういう場合もね、まあ、非常に、これ充実していまして、まあ、何かというと、この、アンチワーク哲学の解説文でしたりとか、これは哲学チャンネルってすごいね、これも有名な哲学系 YouTuber の方なんですけど、まあ、その方との、まあ、コラボで、コラボというかその方が作られた解説でしたりとか、この本人による、ね、解説でしたり、参考文献の PDF って、これ無料でダウンロードできるようになってます。で、また先ほどね、Amazon で私本読みましたって言ったんですけど、
まあ、あれはさすがにちょっとね、勇気がいるので、紙版はね、購入したわけではなく、Kindle Unlimited の方で読ませていただいたんですけども、Kindle Unlimited 会員に入ってくる方だと、確かね、これも無料で読めたと思います。はい。これ今、ペーパーバックってなって、これ紙版なんですけど、Kindle 版で切り替えると、こちら、0円で、ちょっと画面ね、見切れちゃってるんですけど、0円で。で、ま、もしくはね、こう、アンリミテッド入ってない方でも300円で購入できるので、まあ、こうしてね、文章を読んでいただいて、まあ、ホモネームさんがどういったその主張をされているのか、まあ、その判断いただけたらなと思います。はい、という感じで、今日はアンチワーク哲学者のホモネームさんの紹介をしてきました。もちろんね、まあ、お金や時間にね、余裕がある人ばかりではないとは思うんですけど、まあ、そうした世の中だからこそ、こうした新たな哲学を、まあ、提唱されている人に、ちょっと、一運かけてみるっていう、もうそれもね、ある種の自分の選択なのかなと思いますので、まあ、ぜひぜひね、まあ、こうした本を、これをきっかけに、この動画をきっかけに読まれる方が一人でもいらっしゃると、私としても幸いですっていう感じで、お疲れ様でした。ではまた。